はようございます。おはようさん。おはようさん。今日は片下駅からスタートしまして、駒さん北上縦走いたします。生駒の縦走ルートの中間、高安山から鳴川峠までつながってなかったのがつながる予定です。南北だいぶ歩いたってことになるの。そうそう、頑張ったな。まあね。ぬで彦ぬで姫だったっけ、うん、では桜咲いて、おー咲いてる。ぬで彦ぬで姫神社、お参りさせていただきましょうか、はい、今日のお花見会場は濡れ彦濡れ姫神社です。靴直すよね。撮ってんの？でで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 撮ってんの？久々の高尾山行きます。見上げれば、あいい眺めだな、うん、お花見会場、お花見会場はこちらです。こっちも水仙橋、私は先生から行くんですけど。せやね。今日は南パノラマ。靴一つ。まあみんな知ってそうですけどね。みんなだよ。桜の花が落ちてるのか。南パノラマ展望台へ、希望の道から行ってみましょうか。通行止めがどうも解除されているっぽいです。こっち入ったこと一度もないですよね。多分、うん、ないんじゃないかな。桜越しの街再び、はい、さて南パノラマ展望台に出てきました、うん、まあ、今回は寄らずに山頂へ目指しましょうか。よいしょ、段車道に出て山頂へ行きましょう。左へ。なんか2色あるみたいに見えてお得感あるね。チョコとバニラ食べてるみたいな。少し歩いたら鳥居が見えてくるので、ここから山頂に向かいましょう。着いた、着いたよ、あ着いた。あっちか、ちょっと水分補給しようか。はい、とりあえず高尾山来たので次高安山。 あそうか、一度だけこの道通ったことあるんでしたね。その時はツツジが綺麗だったんだよ。トトロの小道これがそう呼ばれてんだよ。細かったよね、トンネルっぽい感じだった。行きましょうか、トトロの小道。そう、細いよ。細い細い。もう結構虫がいますね。虫だけは嫌だな。トトロの小道終了です。思ってたよりツツジは見れなかったですね。ここくぐって、あ結構きつい。ザック引っかかる。君下ろした方がいいかもしれんね。腰やらないで。腹は車道です。しばらく車道です。ただの車道です。時計の座じゃない、もうちょっとで車道が終わりそうです。近畿自然歩道に入るな。この奥の道を進んで高安山の方で行こうか。行こう。鉄塔まで上がってきました。ちょっとここからは霊園横を歩いていきます。あー花粉臭い。ちなみに静ヶ岳の時も帰ってから花粉症でダウンしました。はい、こちらで行きますよ。久々近畿自然歩道高安山駅方面右です。高安山方面階段行きましょう。こっちで市議さんですね。まっすぐが市議さん。さて霊園を抜けましたね。左ですね。暑いな今日も。とりあえず高安山駅行って
ちょっと休憩しますか。あ、すごい綺麗よ。さあ、着きました。津山でお手洗いをしつつ、あ、コーラあるわ。飲もうかな。ちょっと休憩をここでさせていただきます。駅を出て高安山を経由しつつ先に進みます。さあ、今回も高安山山頂は行かず巻いていきましょうか。いつもはここを右手に寄って市議山に行くんですけど、今回は右側ですね、降りていきますよ。重曹、重曹峠、うん、ちゃんとアルファベットで書いてある。重曹峠、桜のアーチではない。まっすぐ行きたくなりそうだけど、生駒重曹歩道の標識があるので、スカイライン、そうだな、道路に出ちゃう。トンネルだ。ジュルジュルですね、ここら辺は。怖っ、動くこれ、危ない、怖っ、罠だ。お、こっちもなる。怖い怖い怖い。え、めっちゃ張ってる。もう下降りた方がいいんじゃないっていうレベルで、歩きづらい、歩きづらい。こっちで向こうが上がった状態で降りるじゃないですか。うわ、やばい、落としてる。怖っ。あ、ここは並走するのかな。ドゥルンドゥルン、これ転んだら一大事だぞ。道路と並走したり、また山道っぽくなったりを繰り返すっぽいですね。西を見てるはず。こんな、また道路沿いです。霞まくり、黄砂、立派な木、桜綺麗やな、かわいい。休憩できそう。まだいい？ 3,40 分の車道だ。そうだね。花粉臭いっす。湖ですね。鳥は1羽いるけど。鳥いる？うまいっすか？多分うまいっす。重曹。13って書いてあるよ。13街道か。で、重曹峠なんか。景色が、今日も黄砂か。お、水飲み園地って初めて聞いた。水飲み。生駒13？重曹峠の13塚。さっきのでも標識どっかには重曹って書いてあったような気がするんだけど、まあどっちでもいいか。すごい咲いてる、満開だ、綺麗。ちょっと終わりかけかな、ここの辺りは。生駒重曹歩道、鳴川峠東って書いてあるけど、これを上がるみたいですね。道路の向こう側に確かに、あ、本当だ、行ってんだよな。分かってるね。行ってみないと分かんない。ちょっと怖いのは何だろう。いや、だって老朽化してるもん。怖いっすよ。何が見えてる？この花好きなんですよね。もうちょっと淡い色で、秋に見かけたら秋長寿って言えるけど。今はもう春長寿なあ。めまいが。え、立ちくらみかな。金のなる展望台。乾杯。行きましょう。よいしょ。僕らの広場、鳴川峠方面に桜咲いてんね。いっぱい。おお。来ましたね。昼食会場はこの展望台です。ラッキーですね。人見知りを発揮しちゃったんですけどね。え、人見知りしてたの？
そうなの、もっとフレンドリーにすべきなのかな。緊張しちゃうの。緊張しません。緊張しちゃう。ということで、あの動画見てくださっている方にお会いできまして、ね、ご夫婦の方かなと思うんですが、はい、いつも、ね、私たちが行ってるルートを参考にして歩いてらっしゃるっていうことで、すごい嬉しいですね。本当にありがたいです。声かけていただいて。で、今回写真も一緒に撮れて、で、私忘れてた、こっちのスマホでもね、撮ってもらったらよかったなって、ちょっと。自分たちの分撮ってもらった。ということで、ま、この動画見てくださってたら、ぜひ、なんだろう、X かインスタ、あの、概要欄にリンク貼ってるんで、DM ください。お願いします。ということで、本当ありがとうございました。昼食べたんで行きましょうか。はい、では行きましょう。ここにも桜が、ね、すがすがしい気持ちになる山道。杉ゾーン抜けましたしね。匂いしたり。まあね、丸川峠まで見覚えのあるとこ出てくる。いや、まだまだ丸川峠行くまでは来たことないんですか。ないない。寄り道します。細い。この辺？何これ？ガストーチ。バーってなるやつやな。ありました。じゃあ降りようか。下山しようか。鳴川峠行く途中に2分で行ける山があるんで、そっちに行きます。六万寺山。あ、ピーク半島28メートルも誤差があるんやが。え、どういうこと。どっちを。でででででで浅す並みに。ショッキングやな。どういうことなの。すごい。何でできてんだ。プラスチック。プラスチック。立ち入り禁止とは書いてない。蜘蛛の巣を感じる。ここに、うん、ここにもあるしね。もう一個あるな、本当に。入らなくていい。まあ、急な雷雨とか。なんかずっと映してたら何か出てきそうな気するような。何が出てくるんやろ。15分耐久キノコ動画にしよう。でででででで。野外活動センター。見慣れた標識が出てきた。形よく見る。ね。これ最近できたんじゃない？リキャンプってリンクにあるのか、同じ系列でも。リキャンプリンクとかなかったっけ？取られてる。座骨神経痛がちょっと。痛いんだ。マッサージしてください。ぴょっと突き出た地形なんですけど、椅子もあったりして。ここすごい風通る。着きました。おしゃれなやつついてる。本当だ。国山が三国山。三国山わかんない。よし、もう休憩所かと思ってた。なあ、で、あとは鳴川峠。はい、行きましょう。馴染みのとこに。まあ、某ゲームでいうところのなんか毒キノコみたいな色してるけどな。でで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 で。お、着いたんではないでしょうか。あ、着いた着いた。懐かしい。うん、はい、着きました。鳴川峠。13峠だ。では生駒さんの方へ向かいましょう。なんでしょうね。調べよう。黄色い花はいいです。結構暑いのもあって疲れてきたな。次は横峰山。はい、ね、そこだね。これだ。お久しぶり。横峰山474。さて、そろそろ大原山ですね。はい、着きましたね。大原山です。いっぱいあるね。あったんですね。夏のセミ。夏のセミ。
で、あの東前でちょっと休憩してから行こうます。山に行きます。ちょっとでは休憩して再出発。暗がり峠はすぐだね。あ、お茶したくなるけど今日も我慢か。最近出てないな。暗がり峠着きました。夏に来たらかき氷食べるのがいいですよね。かけていきます。から行きましょう。お、ここも桜綺麗だね。日焼けた。いつもの自販機がある。そう。大トレめっちゃ霞んでるね。霞んでんね。ではもうちょっとですね。あそこだった。はい、そうだよ。いいカメラで撮ったら、いいカメラ、いいカメラ欲しくなったの。いいカメラ。よし、もうすぐ行こう。まさ、今前見つけた鬼取山ちゃんと収めました。重走路が繋がった、うん、繋がった。あとは園地の方、一番北側を行けたらいいかな。自販機を見つけたらコークオンする。コークオンしますか。使ってないじゃん。買っちゃった。マウンテントップコーラのもの。山頂コーラ。下山我慢できなくて。我慢はできません。うまいか。何も言うまい。缶のコーラはうまいね。この山頂遊園、人がすごく多いです。生駒駅の方に下山しましょうか。なんか思ってたよりは早く着いたよね。下山しましょう。こんな色もあるんですね。長寿系です。だってとっても面白くない道歩いてる。特に今脇道にそれて、あのケーブルカーを見ると面白かったりはするんですけどね。はい、1コマまで 2.4。 意外とあるといえば意外とあるのか。あまりよくわからない。綺麗ですけどね。着いた。生駒駅に帰ってきました。お疲れ様です。お疲れさんでした。帰りましょう。今日はこのまま帰ってお買い物する。では何時まで。うまい。